皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はスーパーロボット対戦 DD の実況プレイをしていきたいと思います。よし、ではここはもうやむを得ませんね。待機する。まあとりあえずこいつをジーグでまあ倒せる分だけ倒しましょう。ジーグビーム。さて、倒した。まあ、攻撃力はまあ結構高い方ですね。まあ、ディーダリノには劣るんですけど。まあとりあえずこいつで待機すると。よし、ではまあとりあえずこいつはもうディーダリノに着かせましょうかね。いやキャンセル。まあ、こいつに攻撃しましょうかね。開始。まあ、少しでも攻撃してた方が楽ですね、ここは。ノーマルモードで。そうですね。後ろのやつらは、まあ、別のところに使ってた方がいいですね。埴輪原人。フェノメナ。では続き、命中。防御特化タイプ。まあ、とりあえずこいつはもう、待機しましょうかね。待機する。さてと、誰を狙うか。まあ、誰狙おうと、ほぼ同じなんですけどね。もう、袋にできますので、ある程度は。どうだ。埴輪原人。ああ、ちょっと体力やばいですね、さすがに。よし、倒した。お、結構攻撃力高いな。敵はバランスタイプですね。なるほど。これでディーダリオンを狙ってきますね。開始と。2分か、今。さて、どうだろう。埴輪原人。さらなる警戒が必要か。やつは敵だ。おお、956、結構ダメージ与えたな。相手もまあ結構攻撃範囲広いな。開始と。さてと、どうだろう。もうバトル中でも。結果はこの通りだ。受けろ。いや、ディーダリノのこの攻撃力気持ちいいですね。もう場合によってはもう、こいつはまあ待機ですね。こいつはもう、よし。では二手に分かれますかね。もうほとんどディータリオン側に移動させましょうかね。よし、ちょっとやばいですね、これは。まあ、ジーグはもうしばらく待機させましょうかね。おお、顔攻撃力高。よし、ここはもうよし、待機する。まあもうこいつでもうとどめ刺しちゃいましょうかね。開始と。もうさすがに攻撃できるはずです。もうさすがにもうこれで倒せるはずですので、ジグビームで、これでどうでしょうかね。よし、ディーダリオンで一番奥のこいつにしましょうかね。開始と。で、あとの残りの一体をみんなで袋叩きにしましょうかね。受けろ。さて、どうだ。さっき1000のダメージを与えたけど、さすがに耐えてくれるか。どうだ。今日疲れてか。ディーダリオン攻撃防御タイプ。なるほど。では
こう移動しますかね。じゃあこいつにとどめを刺しましょうか。もうできればもう早い段階で体力の低いやつから倒していくのが基本ですね。敵は少な数が少ないほど有利になりますからね。よし、撃破。あとはマジンガーとか。マジンガーはもうこうか。これでいいや。防御特化タイプ、完全に打たれ強いタイプですね。ロケットパンチで、まあダメージはそんな大きくないですけどね。さてどうだ。攻撃力はかなり結構低めですね。さてどうだ。でもまあ結構耐えてくれますよね。今度はどっから来ようともディータリオンは簡単には攻撃させやしないぜ。まあできればもう一体も。よし、ハニワステージどうだ。結構こういった回避命中タイプですかね。まあ相手の攻撃を確実に当てて相手の攻撃を倒した。バランスタイプ